フィフラリンはスウェーデン出身の元プロゲーマー。カウンターストライクのプロシーンにおけるニップの元メンバーとして知られる。カウンターストライクシリーズは CS1.5 からプレイし始めた。CS1.5 はたしなむ程度であったといい、小規模のランパーティーに参加して優勝したこともあったが、チーム内では必ずしもトップではなかったと語っている。2005年、 近所に住んでいた拠地に進められ、CSS をプレイし始めた。これを機に、フィフラリンは、スウェーデンの小規模な大会に参加した。その後はより本格的なトーナメントに参加すべく、活動タイトルを CSS に移行。拠地が結成したチームに加わった。そのチームにはすでに CPL で名を馳せていた、アスがいた。2回ほどトーナメントに参加したが、 フィフラリンの実力に対して数人のメンバーが活動の継続を望まなかった。これを受け5から6ヶ月間、フィフラリンは活動を休止した。復帰後はアドストラに加入した。これがキャリアにおいて所属期間が最も長いチームとなった。CGS シーズンに似てプロとして指名され初の給料を得る。2012年ニップが再結成された。 ソースエンジンに対する知識が評価され、フィフラリンはそのメンバーに選ばれた。ニップは CS1.6 の有名プレイヤーであるゲット、ライト、ジスト、エフレイレストや、共に IBM に勤務し、古くから活動を共にしてきたフライバーグがいた。フィフラリンはライフラー、イグルとしての経験が豊富であったが、ニップではスナイパーを担った。その後ニップは、半年もの間にわたって、 オフライン大会無敗を誇る世界ランキングトップのチームに成長した。この会進撃についてフィフラリンはこれほど成功を収めるとは思っていなかったと語っている。2013年後期より衰えや他チームによる攻略によって成績が著しく悪化した。EMS-1 キャトビツ2014では9キル44ですという散々な結果に終わった。 成績の悪化から次第にフィフラリンへのバッシングが加熱し最終キルレートは0.95と低迷した。これが低水準であることは同時期のフライバーグのキルレートが1.09であることからもわかる。2014年11月ニップを去ると同時にプロシーンから引退した。この引退を受けてチームメイトであったゲットライトは悲しいです。引退が決まった時は泣いてしまいました。 いろいろな感情が交錯していますが、まとめて言うならば、悲しく、残念ですと、インタビューで語っている。また、ゲットライトは、フィフラリンは、長年のバッシングに屈する形で引退したのか、という問いに対し、そうではなく、自分の力量の限界とチームのためを思ってでしょう。誰もが永遠に、プロで、プレーできるわけではありませんから、私たちはよく、 サッカー選手に例えられます。試合で最も活躍する選手がいる一方、必ず最も活躍できなかった選手がいます。ただ、彼は間違いなく最も成功したプロゲーマーの一人ですし、彼とプレイできたことは私の良い経験となりましたと答えた。フィフラリン自身は引退後のインタビューにいて、彼らとプレイできて本当に良かったです。私は最も下手だったため、 誰も引き受けなかったスナイパーを担いました。スナイパーの練習に注力したので、アサルトライフルの実力は落ち、スナイパーは研究を重ねても成績は向上しませんでした。日に日にバッシングは増えました。これからは e スポーツに携わって生活することはないと思います。彼女を優先して生活したいですと語っている。2015年、フィフラリンは t w i t に コメンテーター兼解説者として雇用された。これからはプレイする、選手側でなく、試合を批評する側として関わっていくという。この雇用によってフィフラリンはアメリカへ引っ越した。これについては、アメリカへ引っ越してしばらくは苦悩もあった。予約のやり方、いろいろ困りましたから。今はオフィスに自分のスペースがあって、良き同僚もいる。文句を言うことは一つもないと語っている。 ありがとうございます。